あのホームラン出て負けるか。なんで負けるんだよ。マジかよ。いや、まあ確かにね。はい。オリックス命の元気をしていたんです。はい、昨日の試合ですね。オリックス対日ハム。オリックスね、確かにね。日ハムのペースでしたよ。完全に。完全に日ハムのペースの試合ですよ。8回までは。はい、福島投手が完璧に抑えててね。そして、まあ、カスティーヨ投手は基本的にはもうなんか3点ぐらいは取られる感じなんで、まあ、でもね、4点取られましたけど、まあ、でも本当試合は作ってくれたピッチングで、ただオリックス打線が何もできずっていうところだったんですけれども、ね、じわじわね、ミンタイムリーを各回に浴びていってね、4点取られましたけども。そこでですね、8回に出たんですよ。いやー、8回出ましたね。宇田秀平が、はあ、もう吠えてましたね。なんかちょっとデッドボールなりそうな感じの、ね、ヘルメットに当たったんじゃないかっていうところからの、満塁ホームラン。3シーズンぶりのホームランが、なんと満塁で飛び出すという。奇跡が起きてですね、なんと4対4の同点。ねえ、福島投手ちょっとかわいそうだった。ベンチ映ったけど。ただオリックスここで同点に追いついてね。もうノーアウト満塁で、満塁ホームラン出て同点に追いついたんだから。勝たなきゃな。あそこで5点目を取らなきゃいけなかったね。はい。というわけで結局ね、まあ、こう言ってるということはですね、最後、10回の裏にですね、タミヤ選手のサヨナラ犠牲フライでオリックス敗れました。サヨナラ犠牲フライって、野村選手にスリーベース浴びてね。オリックスがさ、もう守備の差が出たな。まあ、中川選手もうまいんだけど、万波選手うますぎでしょ。だって10回表の山内選手のヒットなんて、あれもう、ツーベースですよ、完全に。あれがアウトになっちゃうの？いや、聞いてないよ、そんなの。って感じだよね。いやー、もう本当にね、やばい、あれは。あれツーベースよ。山内走ったの当然よ。やっぱリリーフが安定戦だ、オリックスは。まあちょっと、阿部投手とかも結構ね、綱渡り的な、あとちょっとやばいみたいな感じだったし、井口投手もね、結局、8勝利上げた、ね、今週8勝利上げましたけども、やられちゃうっていうね。やばいですね、オリックス。私、オリックス来るぞ動画出してから2連敗ですよ。はい、これ完全にもうなんか、外れてる感じですけど。いやー、とにかくなんかね、やっぱ打線はやっぱまだダメだな、全然。福島投手に完璧に抑えられるようでは、まだまだですね、復調せずということで。はい、オリックス。やばいです。ホークスと12.5ゲーム差で着々と開いてます。いや、もう返す言葉もないです。オリックス4連覇どうなるんでしょうか。ああ。